ここはウルンの支配する世界だわ。ウルン？忘れたの？イシル湖で私たちを助けてくれたじゃない。魔女を倒した時か。そういえばあの時水の精霊王はメルの配下となったんじゃないか。ええ、私に惚れたって言ってね。どうしたの？いや、ちょっと。Thank you.
よくぞ来た小僧ども。しばしの間待っておれ。貴様らとは水の精霊をも支配した後でたっぷりと遊んでくれるわ。ふざけるな。あんただって支配できるもんですか。ブルー、我が元へ。そうか、貴様か。貴様が水を支配するものか。それは好都合というもの。貴様らを葬り去り水の支配を奪ってくれるわ。
わしが破れるだと。神の力を持つわしが。冗談じゃない。貴様にそんな力があるもんか。言ってくれるわ小僧めが。名は何という。ドゥン。よい名だ。見るがよい、知るがよい。野望に身を焦がす者がいること、たとえできぬと分かっていても行動を起こさずにいられぬ者がいることを。よく来ましたね、ルーン、メルディ。歓迎しますよ。エアルミル様。なぜ僕たちの名前を。ギーゼルヘルから聞いておりましたもの。お師匠様に。なぜ、どうして。彼に弟子をよろしくって頼まれましたもの。もちろん知らないことでしょうけど、あなたたちをこの世界に送り込んだのはルーン、あなたのお師匠様なんですよ。あのじいさま一体なんだって。また本当、あのラムダスと争うことになったのもみんなルーンの師匠のせいなのね。ラグナス、思えば哀れな男でしたね。天賦の才に恵まれながら持って生まれた業のために身を滅ぼした。彼に同情なされているのですか。いいえ、心配しているのです。ルーン、あなたには才能があります。きっと偉大と呼ばれるにふさわしい力を持つことになるでしょう。でもその力を何に使うのかを決めるのはあなた自身。ルーン、あなたはどんな魔導士になるのかしら。メルヴィ。はい。お願いがあるの。あなたが今支配している精霊王たちを解放してあげてくれないかしら。そんなに驚かないで。あなたは勘違いをしているわ。本当に偉大な精霊使いは精霊たちを支配するものではないわ。そうね、簡単に言ってしまえば精霊たちと仲良くなればいいのよ。精霊たちは喜んで力を貸してくれるわ。精霊王たちを解放すれば今の力を失うことになるけど、それは一時的なもの。ゆくゆくはあなたのためになると思うのだけれども、どうかしら。
わかりました。他でもない私の女神様のおっしゃることですもの。ありがとうメルビー。水の精霊王はあなたから離れたくないようね。さあ、偉大なギーゼルヘルがあなたたちの帰りを待っていますわ。一時のお別れです。あなたたちが真の力を得た時にまた会うことができるでしょう。さようなら、精霊の導き手よ。さようなら、偉大なる魔導士。